12月10日、日曜日東京、ニューピアホールにて開催される、ディープ117インパクトの追加対戦カードとして、ディープジュエルス 50kg 以下契約5分 3R、デパクシュー、クレイジービー、バーサスハーレイクイーン、フリーが発表された。動画、パクシュー、レーナと白熱殴り合い勝利パクはハムソヒと同じチームマットにかつて所属し、ハムソヒの妹分として知られたストライカー。 現在の所属はクレイジー B。現在の雷神女子アトム級王者、伊沢聖火には二度敗れているが、レーナ、朝倉勘奈や浜崎彩からトップ選手から勝ち星を挙げている強豪ファイター。今年9月には姫に判定勝ちを収めている。対するハーレークイーンは、無タイの元 WPMF 女子世界バンタム級、53.52kg、王者ロックナムコーコムクラム。 昨年11月の NJKF で K1 でも戦う、佐保に判定負けを喫している。MMA はタイで戦い、参戦2勝1敗の戦績を収めている。両者とも強力な打撃を誇るため、緊張感のあるスタンドの攻防に注目したい。